は人がいっぱい集まってるな。オイラにも見せてくれ。はあ、こんなにも表に差が開くとは。演武伝心のような稲妻ならではの試合なら絶対雅子さんの方が勝つと思ってたのに。予想通りの結果だ。オルツィ城事件簿は気鋭の人気作品だからな。物語も面白いし、挿絵のフォンテーヌ衣装も特徴的だ。それにオルツィ城の身分は上里家のご令嬢にふさわしいと思わないか。オルツィ城は強気でいたずら好きだし、上里家のお嬢様とは全然似ても似つかないけど、でもフォンテーヌ衣装を着る彼女を見れるのはなかなか新鮮でいいかもな。あれ、何言ってんだこいつら。なんか状況がいまいちわからないな。掲示板を見てみろ。演武伝心の衣装の投票項目は、お願い、私の戦火宮司にオルチ城事件簿。待て待て、この間言ってた投票って稲妻の四季の風物詩じゃなかったか。いつの間に娯楽小説の主人公の衣装になったんだよ。これはちゃんと聞かないとな。今すぐシャブ行へ行って彩香に聞いてみようぜ。申し訳ございません。投票用紙が入った2つの箱を取り違えてしまいました。小野寺さんが出張先から帰って気づいた時にはすでに結果が公表された後でして。はあ、秘密漏洩を防ぐためにわざわざ投票用紙に題名を書かなかったことがかえってあだになってしまいましたか。え、嘘だろ。本当に演武伝心できる衣装の投票にこんな問題が起きてるなんて。旅人さん、パイモンさん、あなたたちも投票の結果をご存知のようですね。おお、オイラたちどころかここに来る途中みんなこの話題で持ちきりだったぞ。どうするつもりだ。神里さん、このような重大な失態を犯したのは私たちの責任です。今すぐもう一度投票を行い、その際にしっかりと説明します。いいえ、小野寺さん、少々お待ちください。まだ他の解決方法があるかもしれません。票を取り違えたことは私たち大会陣営しか知らないこと。一般の民衆は投票に問題があったことにまだ気づいていません。それに模擬試合で流行りの作品の衣装が出てくることについて特に不平や不満の声は上がっていませんでした。むしろ逆にそれに驚いて喜んでいるようです。大会の目的はより多くの人に試合に興味を持っていただくことである以上、この不手際がもたらした結果を失態のままにすべきではないでしょう。あやか、それってつまり。はい、この結果を利用しましょう。最後の模擬試合で私は投票結果の衣装を着て登場します。しかしそれではご迷惑をかけてしまいます。何しろ小説の登場人物の衣装は演武の衣装のように戦闘のために設計されてはいません。大丈夫です。小説に登場したフォンテーヌ様式の衣装は複雑なものではありませんし、あまり影響はないと思います。普段の服装とは違いますが、慣れるように頑張ります。おお、平然としてるけどなんだか迫力がひしひしと伝わってくるぞ。あ、はい、わかりました。それでは神里さんの提案でいきましょう。
模擬試合で最大限の実力を発揮していただくために読者用の行事の衣装をこの2日間で神里さんの体型に合わせて調整します。はい、お願いします。あやか、小説の登場人物の衣装を着て模擬試合に出るなんて本当に大丈夫なのか？オイラたちの前で無理してないよな？ご安心ください、無理はしていませんよ。それにちょっとだけ嬉しいんです。今まで華麗な衣装を着て舞台に上がることを考えると、動きが綺麗かどうか、観客たちの期待に応えられるかどうかと、いろいろと心配してきました。しかし、小説の登場人物の衣装であれば、そのように考える必要はありません。なぜなら、作中の探偵のお嬢さんは、我が道を行くいたずらっ子で有名ですから。これで模擬試合を見る皆様も、伝統の形を新たな楽しみと共に味わえるでしょう。いえ、これだけではありませんね。私は心の中で、いつか普段とは違う姿になることをずっと望んでいたのかもしれません。旅人さん、知り合ったばかりの頃にあなたはこうおっしゃっていました。リーユエ、モンド、それぞれの国の服装には違った特徴があると。あの時の私は、自分もこの異国様式を体験できる日が来るとは思いもしませんでした。でも今は、かつて叶えられないと思っていた願いも、こうしてすぐ届くところにあります。それに、お母様も昔、異国の服装に憧れていました。今回また、お母様の願いを一つ叶えてあげられます。こう考えると、この特別な衣装は確かに喜ばしいものと呼べるかもしれません。投票を取り違えはしたけど、結果的にいい方に転んだみたいだな。よし、問題も無事解決できたし、試合会場へ向かおうぜ。はい、旅人さんの実力を信じています。小野寺さんと服の採寸を済ませたら、会場へ行ってあなたたちの試合を見に行きますね。ここまでだ。Yeah!
様の旅はここまでだ。人となれ。